森花武義は日本の実業家。北海道銀行東取を17年間務めたほか、全国地方銀行協会副会長や日本カーリング協会会長、北海道公安委員会委員長等の公職も務めた。1985年君に東水法省受賞。東京出身。 1941年に、旧正東京商科大学を卒業し、大倉省入省。入省同期には、柏木祐介、梶木敏道、塩崎純らがおり、後に、これらのメンバーと共に、太平洋戦争海戦に備えた、敵産管理法案の策定作業をお亡くなった。1965年に、初代峠の島本徹から招かれ、 北海道銀行入港。1967年北海道銀行東取就任。本支店の一体化を進めたほか、預金量3000億円を目指す20周年ビジョンを打ち出した。同ビジョンは高度経済成長の追い風もあり達成され、さらに1978年には預金量1兆円を達成した。取任期間は17年の長期にわたり、 その間、北海道銀行の行用を広げ、同行を、名実ともに、北海道拓殖銀行に次ぐ北海道第2位の銀行とした。1984年に頭取を退き、会長に就任した。公認の頭取は、堀博副頭取。大学同期の大塚武氏が1964年から1967年まで、日本銀行札幌支店長として、 札幌に赴任してきたとき、森花が北海道銀行専務を務めており、それ以来、大塚が1983年に死にだけで遭難死するまで、美森と大塚はゴルフやゴーともに行う友達であった。ありがとうございます。